79.5. Radio Mayhem. Hello, hello, hello. Drive. Tuesday. 皆さん、こんばんは。本日火曜日のハロードライブハロドラはリップなピンククレス夏焼きみやびとペリペラのティントなピンククレスの二辺優香とブラッシーな椿ファクトリー尾形リストの3人でお送りします。この番組は月曜日から金曜日まで現役ハロープロジェクトと OG を中心とした日替わりメンバーが深夜のドライブタイムやお休み前の皆さんに夜な夜な今時の女子トークをお送りしていきます。はい、はい、さて、はい、今回のお題は川村彩乃ちゃんからですね、はい、好きなメイク道具教えてくださいということだったんですけど、はい、ミヤはリップにしました。なんか最近あのもう普段すっぴんで出歩くことがめちゃくちゃ多くて、なんかねすごい乾燥してて最近メイクしないですよね。しないの、うん、思ってました。でもうなんかとりあえず保湿となんかクリーム塗ってあの乾燥しないようにはしてるんですけど、うん、ちょっと今もリップ塗ってないんですけど、うん、リップだけは、ね、リップだけは持ってて、うん、なんか写真撮るときはリップを塗って写真を撮るんですけど、いやリップだけで最近リップだけでもう過ごしておるということ で、 すごいですね、はい、リップに頼っております。なるほど、はい、まあ、私も似たようなティントっていうちょっとこう着色というか、うん、あの落ちにくいね、そう落ちにくいリップみたいなのがティントっていうんですけど、うん、はい、私はペリペラっていうところのティントが今お気に入り で、 でみやちゃんから韓国のお土産でもらったんですけど、あのインスタグラムとか載ってるので、うん、ぜひ見てください。めっちゃ可愛い色味でめっちゃ使ってます。そうね、はい、はい、そして私はブラシって言ったんですけど、ブラシね、いやなんか大事、メイク道具っていうか本当にそういう道具道具、ね、のことかなと思ってたら、えらいちょっと違かった、違かったですね。でもなんかファンデーションとか塗るときにあるよね、ブラシでやった方が綺麗になるよね、なるっていうのを最近気づいたので、うん、まあちょっとたまにちょっとやらない時もあるんですけど、うん、なるべくそういうのを意識して使うようにしてますね。すごい偉いですね、はい、ということで火曜日はこのメンバーでお送りしていきます。最後までお付き合いください。まず最初のコーナーは火曜日限定コーナー、本日は新コーナーのご提案のコーナー。さあたくさんの新コーナーのご提案なのかな、はい、はい、いただいておりますけども、はい、今日はこんなご提案をいただきました。それでは紹介していきたいと思います、うん、どうぞ、本名二辺優香さんからです。あれ火曜ハロドラの皆さんこんばんは。こんばんは、ピンククレスの二辺優香です。はい、ちょっとおこなのでメールしました。あれ、昨年のふつおたスペシャルといい、最近のコロッケの放送といい、食べ物を食べる回に私は全く当たらないのですが、これはわざとですか、説明してください。本当ですよ、はい、ご本人からね来ましたね、メールがついに、はい、本当に本当ですよって感じですよもう全く当たらないんだから、もうタイミングですから、それはもうひかちゃんとの順番ですから、だとしても狙ってるとしか思えない。絶対ひかるが裏でディギに言ってるんですよ、うん、って言ってるのかなとか思ってましたもん。本当にそんなことないと思うけどそろそろ食べたい私もまあね、今ありました、はい、コロッケっていうのはですね、はい、うんうん、何のこと、まあ、リスナーさんからメールいただきまして、はい、まあ、コロッケを醤油かソースどっちで食べますかっていうメールをいただいていたんですね、うんうん、ほうほうほう、で、まあ、食べたわけですよ、はい、で、まあ、なんかいろんなね、その普通のものだけじゃなくって、うんうん、じゃあ D が他のやつも試してみようみたいな、うんうんうん、なって、こういろいろわさびとかタバスコとか、はい、ラー油とかね、うん、なんかいろんなものをつけて食べてみて、結果どれが美味しいかまるちゃんに判定してもらうみたいなのをね、はい、何その楽しそうな、そうそう、楽しい、美味しかったな、美味しかった、そんな楽しいコーナー経験したことないそうで、うん、まあ、まるちゃんがね前回んいつかコロッケの時ですね、コロッケの時の最後の一言で、はいはい、次は唐揚げかなみたいなね、はい、一言を言ったんですよ。ナイスね、ナイスそしたらなんかほら今日スタジオさ、うん、なんかどうりへちゃん、ちょっといい匂いがおするようなしないよう な、 しないような気がしてる、気がしてますよ、ほんともう目の前にね、あるんですけどね、はい、そうなんです。ということで D がですね、はい、唐揚げを用意してくれました。ありがとう、ありがとうございます。ハロドラ D 様、優しい、初ですね、よかったね、ありがとうございます、念願の念願食べ物がね来ましたよ。こんな素晴らしい光景が広がってスタジオ経験したことないですよね、嬉しい本当に、はい、ということで、まあ、今回は唐揚げをね、はい、食べましょうということで、はい、
まあ、普通に食べちゃダメですもんね。そうなんですよ、普通に食べちゃいけないんですよ、これは。何何何、どう食べてるんですか。ですので今回は、まあ、前回もね使いましたもの、はい、わさびとかね、いろいろあるんですよ、マヨネーズとか、はい、で今回は、うんうん、新しく柚子胡椒が入りました。そう、大好き。そして見てください、この唐揚げ。何これ、めちゃめちゃ美味しそうなんだけど、どうしよう、やばい、やばい。今回はですね、 D が蒲田にあります蒲田の鳥久、鳥久というお店の唐揚げを用意してくださいました。すごい匂い。やばい。やばい。鼻炎で匂いがないのが辛い。すごいですよ今ここ。うわお。ちょっと待って。すごい、もうだってここから。美味しい匂いする。ね、美味しそうなんですけど。まずはこの王道な普通の何もしないの食べていいですかね。絶対美味しいもん。いただきます。どうぞにへちゃん。うん、おいしいでしょうね、もうこれは、衣の感じがなんかちょっと変わってる、こんなサクサクですね、すごい、竜田揚げか、竜田揚げ、あ、おいしい、いただきます、やば、うまいいただきます。竜田揚げの方が好きかも、ジューシー、いやめこれはうまい、おいしいわマジで白米欲しい。本当おにぎり買ってくればよかった。本当に買ってくればよかった。いやもう。うわ、もうこのままでいいよね。十分もう味がしっかりしてる。まあ、終了。終了。まあレモンとかあったらもうちょっとさっぱりいただけるかなぐらいの感じ。まあでもさ、レモンはさ、もうなんとなくみんな想像できるんでしょ。想像できます。レモンを飛ばそう。じゃあ今回来ました柚子胡椒行ってみます。それ気になってる。なんか赤柚子胡椒と、ね、これも気になった。じゃあどっちも行ってみましょうか。やったー。え、なんか私赤柚子の方ちょっと気になってたんだよね。赤柚子胡椒私何回か食べたことありますけど、結構なんかこっち緑のはさ、なんかあれでしょ、あれだよね、普段結構ベーシックな、これめっちゃ気になった、ね、辛そ う, どう辛いのかな。いや見た目はめっちゃ辛そうですよね。確かに、私絶対好きそうな辛、でも柚子胡椒の匂いだ全然、あ、ちょっと比較してみましょう。それが一番分かりそう。私が知ってる赤柚子胡椒は見た目の割にあんまり辛くなくて、まあ、そう食べれるっていう、なんだろう、あ、でもやっぱなんか緑の方が柚子感さっぱりしてね、取ります、香りが美味しいと思いますけども、大好きだな、取りすぎかな、いくね結構ガッツリ、でもいいんじゃない、味が分かって、どっちから行こうかな。いい匂いだな。普通に緑から行きますか。どうぞどうぞどうぞ。普通の普通の緑の方食べました。結構量多めでいいかもしれないです。本当、本当ですか。ビュートまつげに衣ついてるなんでいつ飛んだの。え、まつげに唐揚げついてますよ。なんでいつ飛んだの。あ、辛い、辛いよね。でもまた食べたくなる辛さ。わかる、白米食べたい。わかる。どう、あー、うまっ。赤柚子最高、めっちゃ美味しい、進む、ほんと、美味しい。なんか普通の柚子胡椒より赤柚子胡椒の方がなんかビリビリ感があるかも。下になんかそう、唐辛子のビリビリ感が、余韻がすごいもん。マジいつまでも食べれるこれ。あ、いいなこれ。わ、絶対美味しい。最高。私が気になってんの行こうかな。どうぞどんどん行ってください。私この、ね、ネギ塩、刻みネギ塩行きたい。あ、それね、気になるね。それ初めて見たんだけど。私もそのチューブあるんだね。あー、いい。もう日本人が大好きな味。これ刻みネギ塩、うま。これだけでご飯いけるかも。本当？美味しい。いける。すんごい香り。想像通り、結構想像通り、でもすごい香りですね。結構ガッツリ。鼻にこうファーってくる。うわ、ネギ感強いかも。本当だ、マジ居酒屋の匂い。男の人好きそうだな、なんかなんとなく。じゃあ私ホースラディッシュ行ってみますね。ホースラディッシュ、どうだろうそれ。西洋わさび、まあ、ステーキとかにつけるやつね、これね。西洋のわさびだわさび感じた。わさび感じる。でも、あ、なんか青々しい感じがする。なんだろう、草っぽいってことですか。
なんかラディッシュか、草っぽい、草っぽい、ちょっと、なるほどね、香りが独特。じゃあコチュジャン行きますね、うん、あ、梅行こ、梅行こ梅は絶対美味しい、梅美味しそう、え、あ、違うな、もう韓国料理じゃん、もう、あの、ニヘ好きな甘辛やつ、あ、あるある、その味のチキンあるもん、ね、ヤンニムチキン、みたいな、ヤンニム感じてる、まるちゃん、ヤンニム感じてる、わかんないけど、え、絶対ヤンニムなんだろうな、韓国っぽいんじゃない、やっぱ韓国料理っぽくなりますね、梅行きまーす、しょっぱいもう塩分って感じもじゃあそれぶつかり合いしちゃったわけですね、うん、塩分でしかない、ラー油いきますね、いきましたね、あ、それうまい、コロッケは美味しかったから絶対これも美味しいはず、あ、でも美味しいな、まるちゃんは絶対美味しいって言うから、うん、まあ何でも美味しいって言うのかな、これは美味しいって言うんだからもう、どうですか、うん、中華出ましたうん、中華、うん、もうラー油は何でも中華になっちゃうっていう、じゃあ2品タバスコいきますね、なんか油っぽい、油に油、確かにすごい体に悪そうすごいタバスコきた、急にタバスコ、うわ、私大好きタバスコ、うん、あばねえ、でしょうな、合わないかも、なんかタバスコと唐揚げが分離してるって感じ、うん、お互い主張しすぎって感じ、うん、あと試した、あの、パクチー無理無理、パクチーは本当に無理、私も本当にパクチーマジで出ちゃう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 、いや私も本当に無理です、私も出ちゃう出ちゃう、もう無理だよこれは無理だよ、もう出す出さなきゃ負けよ、パクチーじゃんけんじゃんけんポン、しゃ最悪もう信じらんないしゃだってまだ私取ってないですもん、次のやつみやちゃんも取ってるじゃん、そんなの関係ないから待ってどうぞ、もうここはどうぞ、もうでも私あれですよ、担々麺とかに入ってるパクチーはギリ食べれるタイプの人で、もう無理だもん、絶対無理、うぅやばい、絶対無理無理無理、もう本当に無理パクチーだけいきますよ、え、ちょっとでいいよ、ほんのちょっとほんのちょっと、いったいった、普通にいった、すごい、やはり、うん、もうちょっとあった方がいいかも、え、嘘でしょ、なんか結構唐揚げの味が強すぎて結構消されますよ、いけます、いや、そんな真顔で見つめてこないでちょっとなら絶対いけると思います、すごいね、よし、味変しよう、味変しましょう、もう一番好きなやつ食べな、マヨネーズ、頑張ったから、マヨレモンかな、マヨレモン、マヨレモン、マヨレモンってすごい斬新じゃない、マヨレモン私やりますよ、好きなの、好きです、好きです、うん、さっぱり、うん、美味しい、レモン美味しい、でも私やっぱこの D が、うん、今日お土産で持ってきてくれたこの柚子胡椒の赤、うん、赤が私今回一番好き、うん、ね、優勝決めますかね、そろそろね、はい、うん、まるちゃんどうでしたか、私は、はい、やっぱ柚子胡椒ですかね、お、今回はどっちですか、どっちも美味しかったけど、赤緑がありますけど、うん、お腹空いてる時は赤かな、おって感じ、ご飯が進みそう、確かにいっぱい食べれる時はもう全然赤食べれるなって感じ、ね、ちょっと辛めだし、美味しいなと思いました、みやも今回は赤でしたね、赤柚子胡椒がナンバーワン、にえちゃんは、やはりレモンマヨおお、レモンマヨ、私は意外でした、うん、やっぱ、うん、王道が美味しいかな、でもさ、味変で柚子胡椒使うのも最高って思ったし、うんうんうん、でもネギ塩も美味しかったんだよな、ネギ塩なんだかんだね、確かに、はあ、1位決めるのは難しいですね、難しい、もう唐揚げが優勝すぎて、うん、まあね、そう、もう何でもあるなっていう、結果ノーマルがまあ一番やっぱ優勝ですけども、はい、美味しかった、まあ発見はできたしね、はい、まあ、意外なものもありましたけど、まあ、皆さんね、リスナーさんもぜひぜひちょっと気になったものね、試してくださいね、挑戦してみてください、はい、以上、新コーナーのご提案のコーナーでした、ハロードライブハロドラ、今週の火曜日はピンククレス夏焼みやびとピンククレスの二平優香と椿ファクトリーの小川梨沙がお送りしています。続いてのコーナーはこちら、ふつおた係、このコーナーはその名の通り、リスナーの皆さんからいただいた質問や、ちょっとこれ聞いてや新コーナーのご提案など、さまざまなお便りを紹介していきます。はい、まずこちらです。ラジオネームドレッドのトキさんからいただきました、ありがとうございます、ありがとうございます。ピンクの皆さん、まるちゃん、こんばんは。こんばんは。この間美容室の会話問題について話しましたが、うん、
自分その職業のものなんです、私は話しかけられるまで話さない派、下手したら2年以上話さない常連さんもいます、しかしやはり話したいけど話せないって人もいるのかなと考えたり、でももし逆の立場なら話したくないなので、話したくないリストバンドとか欲しいですよね。服屋とかでもたまにありますが、営業活動されたくない人などがつけておくリストバンド、もっと広めてほしいので、このラジオでぜひ広めていきましょう。PS キャメリアカフェ行きました。楽しいし意外に落ち着く良いスペースでした。ランダムの写真はまるちゃんが当たりました。運命ですねと来てます。ありがとうございます。はい、よかったね、カフェ行ってくれたね。ありがとうございます。もう終わっちゃったんですけど、ね、ありがとうございました。よかったよかった、間に合ってということで、はい、このリストバンドっていう存在まず知ってた、知らなかった、ね、私も知らなかった、こんなの配られたこともないし、見たこともなくて、あるんだっていうのを初めて知ったんですけどね。でもこれリストバンドをつけてもし行くとするじゃないですか、で美容師さんがそのリストバンドの存在知らなかったとするじゃないですか、でこっちはドヤ顔でこうリストバンドをつけてるのにガンガン話し来られてきたらだから多分自分で持ってくっていうよりはお店に、お店の人が用意しといて、多分その入る時とかにいらその話しかけて欲しくない人はそのバンドつけて入ってと か、服屋さんではそういうとこがあるっていう。たまになんかマッサージ屋さんとか行くときに、なんか施術中どうしたいですかみたいなの書く欄があって、あの話したい、話したくない、ゆっくりしたいとかあるんですけど、私大体こう話したくないに丸しても結局話しかけられることが多くて、これ意味あんのって思うことはめっちゃあります。あ、なるほどね、それはちゃんと読んでほしいよね、確かにね。まあでもこのリストバンドがこう世の中に浸透してったらすごい楽になるかも、これは広めてほしいよね、広めたいよねこれはね。でもやっぱ洋服屋さんとかだと売り上げ落ちるんですかね、どうなんだろう。いやでも私とか逆に話しかけられたら店内から出るもん、だから売り上げは上がんないじゃん、だから話しかけない方が売り上げは上がるじゃん多分、確かに。そうやっぱな、美容師さんも相性とかなんですかね。相性もあるし、でもやっぱこういうものがあると、置いといてもらえたらやっぱすごく便利だと思う、本当に。それはなんかお互い気使わなくてもいいし、なんか嫌な気持ちにもならないし、ね、これは広めていきたいですね。確かにね、はい、はい、では続いていきましょう、ラジオネームすよすよさんからです。まるちゃん、りさちゃん、おがさちゃん、ね、待って、みんなまるちゃん、まるちゃん、りさちゃん、おがたさん、こんばんは。はい、まるちゃん、はい、忘れちゃいません、みやちゃん、りへちゃん、こんばんは。はい、こんばんは。いや、持って遊ばれちゃったもん。はい、さて、先月発売された雑誌で雪の妖精を思わせるような素敵なグラビアを公開したまるちゃん、そこでまるちゃんに質問。もしピンククレスとコラボで撮影するとしたらどんなシチュエーションで臨みたいですか？うちならちょっと雰囲気ありそうな店にて新成人まるちゃんとワインで乾杯から楽しそうに談笑する場面をカメラに収めたいですね。将来のスナック雅かもしれないわらわらしてなるほどね、はいはい、あの3月にですね、週刊ファミ通っていう雑誌で、マンスリーハロツーっていう、コーナーがあるんですけど、月1でハロープのメンバーがこうソロでいろいろ上がっていく、出ていくっていうグラビアがあって、でその3月を私担当させてもらったんですけど、あの雪スキー場に行って撮影したんですよ、もう全身白い衣装を着てっていう、めちゃくちゃ可愛かった。透明感っていう感じも、透けてるっていうぐらい透明感があってね、スキー場あんま行く機会もないのですごい楽しい撮影だったんですけど、でも何ですかね、コラボで撮影するとしたら、私はなんか普段じゃ絶対できないようなちょっと派手なメイクとかなんかしたいなと思います。派手なメイクね、でもやっぱそういうイメージなのね、私たち。だって思った、派手なメイク別にしてないよね。しないですか？そう、ここがそれなんだよね、それ問題だよね。意外とそこまで派手なメイクをしないんだけれども、そうそう、こうクラブとかそういうイメージが持たれがち。そう、服装だよね、だから多分か服装がなんか派手っていうかカラフルみたいな感じが、でも今日とかめっちゃ地味よ、2人ともグレーグレーと茶色と、でも光とかもう毎日茶色だから
確かに。そう、毎日茶色。うちら本当に仕事モードとこのなんていうのオフじゃないけどさ、プライベートモードは全然違うよね。違うから、まあ、メイクもそうだけどさ、そう全然しないし、ね。まあ確かにライブはギラギラしちゃうからな。ライブは確かになんか気合いのあれもあるよね。うん、なんかそうですね、目の上キラキラさせて、うん、まあ、一応気合いみたいなもんだよね。うん、あれもね。でも、まるちゃんに確かにあのピンクっぽいようなピンクがそうライブでするような衣装とか、はいはいはい、あのメイクとかしてほしいかも。なんかこの前私たちもうダルダルのスウェットにみたいな、うん、もうなんか、うん、結構蛍光色、蛍光色チェーンみたいな感じだったから、うん、そういう感じ。多分あと髪型だと思う。まるちゃんは多分いつも前髪がこうあって下ろしの、ね、こうミディアムボブみたいな感じのがもう テイストっていうかあるじゃん、うん、王道で、はい、じゃなくてなんか結構前髪もっとこう薄くしてでなんかこう三つ編みっていうかさこう上からさ編み込んでいく三つ編みとかしたりとかして、うん、なんか羽ラインとかさやったら結構変わりそう、うん、そういうのやってもらいたいです。もう自分じゃ全然わかんないので。めっちゃしたい、めっちゃやりたいね、うん、楽しいよね。でも私は絶対多分あのまるちゃんのその雪の世界のグラビアとか多分絶対しないと思うんですよ。しないしない。多分大人が望んでないじゃないですか。望んでない。誰も誰もスキー場の人間を望んでないからこそちょっとやってみたい。もうまるちゃんの力を借りてお願いです。ちょっとスキー場を借りしていいですかっていう感じやりたいですね。ちょっとなんか面白いかもね。面白いじゃないよ。美しいと言ってほしい。いや面白いはやめて。なんか二平雪うん行ったんだみたいな。もうなんかスキー場可愛く見えるしさ、こう反射でさ、うん、あるじゃん。可愛く見えるからとかじゃないですよもう。そういうんじゃなく、なくね、そういうんじゃなくやってみたい。たまにはね、そう、青春派的なね。そう、逆にこうまるちゃんみたいな感じでやりたい。じゃそのちょっと黄色い部分髪の毛の切ってくれば。黄色い部分。ブリーチした部分ちょっと切ってくれば。いやもうね、でも本当可愛かったまるちゃんね。本当天使でしたね。そうですね。はい、ありがとうございます。はい、ではこんな感じでハロドラでは、皆さんからの質問や新コーナーのご提案、私たちに聞いてほしいちょっとしたことなどいろいろお待ちしております。ここで皆さんに嬉しいお知らせです。お待たせしました。前回大好評だったふつおた大会スペシャル4月30日にやっちゃいます。最近キャッチのお兄さんに恋してしまいましたとか、もういろんなメールお待ちしております。はい、まあ、大人の事情がいろいろありますので早めに送っていただけると読まれる確率大です。ですね。ハロドラの民たち立ち上がるのだ。はい、何これ。ありだよ。ありありあり全然あり。すべての宛先はハローアットマークレディオハイフンネオドット JP HELLO アットマークレディオハイフンネオドット JP まで。深夜24時からお送りしてきましたハロードライブハロドラ、そろそろお別れの時間です。今回の放送は唐揚げ食べましたね。いやーもうやっと食べられました。本当に今ね食べかけの唐揚げが目の前にあるんですけども、ま、残ってます。あのちょっともう食べたくて仕方がないですね。匂いがプンプンしてますからね。終わったら食べましょう。はい、はいはい、ということで、ね、この番組ではツイッターで番組に関するツイートもお待ちしております、うん、ハッシュタグハロドラをつけてツイートをもらえれば私たちがもらなくチェックしますのでよろしくお願いします。番組 D もリアルタイムで起きて見ているそうですので何なりとご意見をお待ちしております。そしてハロードライブの番組ホームページもチェックしてください。レディオネオのトップページのバナーからアクセスできます。はい、ではここでお知らせです。はい、つばきファクトリーライブツアー2019春ランマン現在開催中です。4月28日には名古屋ボットムライン、そして4月29日には岐阜クラブ G にて東海地方この2日間行わせてもらいますのでぜひぜひお越しください。お待ちしております。そして2月22日に発売になりましたつばきファクトリーファーストオフィシャルブック全国の本屋さんにて発売中ですので、まだご覧になってないよという方は、うん、ぜひ本屋さんでゲットしていただけると嬉しいなと思います。詳しくはハロープロジェクトのオフィシャルホームページをご覧ください。そしてピンククレスからお知らせです。ピンククレスはですね初のシングルをリリースします。イエイ、ありがとうございます。5月22日水曜日に両 A 面シングルで発売をいたします。はい、タイトルは東京コンフュージョン、そして宇宙の女は甘くないという2曲になっています。いつものねピンククレスとはちょっと違った印象があるんじゃないかなと思いますので、はい、皆さんぜひぜひ楽しみに待っていてください。よろしくお願いします。さて明日水曜日は中島さきちゃん、野中美希ちゃん、羽賀あかねちゃんの3人でお送りします。それではハロードライブハロドラ火曜日はここまで。ピンククレス夏焼きみやびとピンククレスの二平ゆうかと椿ファクトリーの尾形理沙の3人でお送りしました。それでは最後はまるちゃんの一言。二平ちゃん次は何が食べたいですか。プリン。
マジマジせーのまた来週。